お疲れさん、まあ、矢口さんの気持ちが、うんうん、そうですね、矢口の気持ち、答えれてよかった、はい、体調苦しかったんだけどね、うん、本当、ただ気持ちに走っただけで、まあ、こういう時こそやっぱりそのラインの仲間というか後輩が力になるんで、うんうんね、だからそれに応えられる、ね、ように俺も努力しただけで、うん、ね、今良かった今日はその相手も新田雄大や三谷隆起がいて、うん、やっぱり強烈でしたもんね、うん、強力だったからね、スピード緩められなかったんですけど、うん、まあ、そこに応えられて良かったですよね、うん、いや、もういっぱいですやっぱり体調自身はちょっとあんまりその日ごと良くなってるまでも、ま、なってるまあ全然ね、今日も苦しかったんで、本当、うんうん、ね、後輩がいてくれて、ね、ありがたいですね、うん、明日ね、まあ、頑張ってもう一本立てる気持ちで、うん、頑張って気持ちで頑張ります、はい、お疲れ様です。